コーズイアープ。ー時刻は6時57分です。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。お,すおはようございます。おはようございます。いやー、気分の嫌さですね。勝ちましたね。勝ちましたよ、ね。大賞<勝>大賞<勝>もう圧勝と言ったらいいのかな。<え>半身が。半身が。<laughs> えーメールもいろいろいただいてます。53歳山和市ベイスターズファンの鶴ちゃんさん、タ、はい、イガースようやく調子に取ってきましたねーと。ね、えールート246374歳、川崎高津区の方も、いやーよかったですねーと。で、垂れ込みも結構ありまして、えー、須田さんのモノマネを松村邦弘さんがやっていると。えー、で、これやってるだけじゃなくてですね、えー、須田さん。松村さんから前回出演の後にメールをいただきまして、えー、松村邦弘です。須田さんに感謝しております。阪神応援よろしくお願いいたします。わかりました <laughs> そう、いただきました。やっぱり投げるべき人間が投げて、ね、打つべき人間が打って、抑えるべき人間が抑えて、ね、そうそう、強いね。えと、ボーアが、これ、覚醒ですかね。覚醒、もうね、考え行くよ、これから。ガンガン。だって、あの、ランディーバースだって、最初は打てなかったと。そう。ね。 もうね、えー、あのバースの再来かと申し上げたもんね昨日の。そう綺麗なフォームでしたね。すごいよね,ね。え,えー、え今日もこの勢いでよろしくお願い,いします、はい。お願いします。お知らせはさんで C です。七月六日月曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。 あなたと一緒にニュースを考える、飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。 え、スさんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。えー、気象に関する情報ですが、大雨警報が神奈川の湘南三浦半島、それから足柄上、いい清湘というところに出ています。まあ、相模湾沿い、えー、あたりというのはかなり激しい雨が降っているようであります。えー、今後の情報にも注意してください。またこの雨雲がこの後関東一円にかかってくるという、えー、ことになりますんで、えー、今日は雨と、えー、それもお、一時的には激しい雨も降る可能性もあると、えー、河川の氾濫や増水にも 気を付けいただければと思いますえ。行政の情報も確認してください。番組の中でも情報を入りしたいお伝えしてまいりますえ。では最初のニュースこちらです。新型コロナウイルス東京都で4日連続の100人以上。 東京都で昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに111人確認されました。陽性者が4年4日連続で100人を超えるのは4月25日以来70日ぶりとなります。えー、西村経済再生担当大臣は東京に隣接する埼玉、千葉、神奈川の3県の知事とオンラインで会談しました。まあ、東京は選挙中ということだったので、この3県の知事とというところだったんですが、まあでも、 東京なんとはしないと、というふうに三県の知事は思いますよね。当然ねまあ、あの七、ー、月の二日にですね。はい、もう今回、今回、あのね、警戒の、えー、基準がきま、変わってしまってですね。東京アラートっていうもの、ないんですけれども。はい、実質的なもう、東京アラートというところに入ってきた。で、加えてですね。ポイント二つあるんだろうと思うんですよ。ええ、で、一つはですね。やっぱり夜回し関連と。いうところで、えー。感染者のですね。約四割が。はいえー、まあ、夜の街といったらいいんですかね。もっと具体的に言うと、うん、まあ、小池さん会見で。 言われてたようにですね、はいまあ、新宿、池袋エリアには、ですね育、まあ、あのー、くの自粛してくださいみたいなことを言ったものですからね、その夜の街といっても、その2つの地域を中心にということなんだろうと思うんですね、はい、でこれが一つで、もう一つはね、これ、私、取材してましたら、はい、その新宿とか池袋エリアでは全く関係ないところでの感染者の方に、ーえーまあ、電話でですね話を聞くことができたんですよ。そ<ー>そうすするとですね、はい、え保健所のその調査員に対しては、うんえー まあ、明らかにしないんだけれども、はい、思い当たるしないんですかって聞いたらですね、えー、まあ、新宿歌舞伎町に飲みに行ったと。<ー>それかなと。で、これ言ってないんだけどさ、みたいな、えー、ところだった。ですから、あのー、全くその両エリアとは関係ないところで出てきた感染者の方も、はい、もしかするとね、え、その、夜の街関連である可能性が高い。ということはどういうことかというと、はい、やはり、あの、県境またいでと言ったらいいんですかね、はいえー、東京に入ってきた。 来られた方があるいは東京で、えー、感染された方が他府県に行くとですね、うん、やっぱり感染を無,無症状で、えー、感染を広げてしまう可能性があるので、うんえー、まあ、自粛というよりももう少しマイルドなね、はいえー、遠慮してくださいと他府県への移動は遠慮してくださいと。ですからどうでしょうね。あの他の地域であるいは、えー、他の他府県でですね、えー、感染者が見つかってもあのなかなか感染経路がたどれないっていうねケースがですね。 あの、出てきたから、まあ結構、こう、要警戒なんだろうなと思いますね。ええ、まあ、今回、あの、前回の、その、緊急事態宣言が出ていた時と比べて、こう、ええ 一日にできる検査の量というのもかなり増えているとい。検査が増えれば、さあ陽性者も増えるだろうという指摘も一方ではありますよね。もちろんそうですね。うん、あの、ですから小池知事もですね、はいえー、そのあたりを指摘しているんですけれども、まあ、とはいってもですね、増加傾向にあることは、えー、これ6月末の時点からですね、えー、増加傾向にあることは、これ間違いない。はい、そして、先ほど申し上げたように7月2日の時点で、うんえー、まあ、実質的な東京アラートっていうのを出したわけなんですけれども、はい 実はですね、うん、あのー、国、そして東京都をずっと取材していきますとね、うん、どうなんでしょう、6月の末時点で、はい、7月2日前後に、やはり何らかの警戒を出さなきゃならないね、というね、うそういうね、えー、まあ、 あの、議論と言ったらいいんですかね。はい、機運がですね、もう6月の末時点でずっと出てきたんですよ。<ー>やっぱり検査を受ける人の数が増えたとかね。はい、まあ様々な指標を見てみると、うんうん、この7月入ってくると、これは大変なことになるんじゃないかという期間と言ったらいいんですか。<ー>で、それがあったものですから、で、だとだ、だとしてもですね、東京都だけで判断できないので、うん、国側とですね、ある意味で綿密にこう吸い合わせをしてきた。その結果、7月2日の、 ね、警戒というのが出てきたんだろうと思うんですねですから、まあ、いろんな指標であの見てるとですね、はいまあ、今回の,あの動きというのはあらかじめ予想できたんではないかなと思いますねうん、えー、新型コロナウイルス東京で4日連続100人以上まずはこのニュースでした続いて C の日本放送ニュースです <music> おはようニュースネットワーク 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです九州南部の豪雨災害死者22名熊本県鹿児島県を襲った豪雨災害で 熊本県南部の球磨川が氾濫し広範囲で冠水被害や土砂災害が発生しました死者はこれまでに22人18人が心肺停止状態11人が行方不明となっています九州では7日にかけ再び大雨になる恐れがあり気象庁が警戒を呼びかけています えー、では、まずは、この現状のお天気ですが、えー、気象協会の佐々木さんに伺います。佐々木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まず、この現場、九州、今のお天気、この先、どうなっていくでしょうか。はい、えー。九州なんですけれども、この後、はい、昼頃にかけて、非常に激しい雨の降る状態が続きます。 この後も、この時間も九州南部を中心に発達した雨雲がかかり続けていて、午前6時20分までの1時間に、鹿児島県の鹿屋市では108ミリの猛烈な雨を観測しています。これは観測史上1位の値を更新するものです。その他ですね、四国から東海地方でも雨足が強まっていて、 静岡静岡県では1時間に30ミリ以上の激しい雨の降っているところがあります。関東でも神奈川、神奈川県などで雨脚の強まっている状況です。うん、全国的にこれかなり激しい雨前線がこう来ているというようなイメージでいいですか。そうですね。梅雨前線が本州付近に停滞しているんですけれども。はい、この後次第にゆっくりと北上する見込みで、雨の範囲が太平洋側から。 日本海側にも広がってくる見通しですうんそうするとまあ特に今まで降っていたところっていうのは少しの雨でもいろんな災害が起こる可能性があるということですかねあそうですね特に九州なんですけれども、はい、降り続く大雨の影響で極めて危険な状態となっています土砂災害でしたり川の氾濫や増水にはこれこ,あのこの後も引き続き厳重な警戒が必要です あの土の中に含んでいる水の量というのは、相当これ、多くなってるようですねそうですね、あのそうですね九州では特に広い範囲で土砂災害の危険が高まっておりますので、えー、少しの雨でも警戒が必要となっておりますねなるほど、この先の見通しですが、はいえー、いつ頃までこの雨というのは続きそうですかはいえー、とまず九州にかけてなんですけれども、はい、九州、そうですね。 えっと、今日いっぱいは、あの、雨の危険な状態が続きまして、え、梅雨前線の活動が明日。失礼いたしました。明後日八日にかけて、活発な状態が続きますので。はい、この後も発達した雨雲が次々にかかって、局地的に猛烈な雨の降る恐れがあります。今後も気象情報には警戒が必要ですね。なるほど。わかりました。はい、佐々木さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 えー、日本気象協会の佐々木さんに伺いました。ああ、この後8日頃までは、バイブ前線活発な活動が続くと。うん、いやあ、これ相当なね、被害が出てますもん、すでにね、えー。もともとね、はいえー、この地域っていうのは、この暴れ川というんでね<ー>、えー、知られた川、熊川っていうの知られた川ですからね。うん。うん、まあ、そのあたりの現状ですね、えー。では続いて、現地、熊本県の人吉で取材しています。日本放送報道部、藤原貴根記者に聞きます。えー、藤原さん、おはようございます。 はいおはようございます朝からありがとうございます、えー、はい、はい、災害発生から3日目の朝を迎えた人吉市ですがはい、えー、一面ネズミ色の空の中ああ、うん、今もう地面を叩きつける強い雨が降りついております、うん、で今私は人吉市で最大の避難所で、えー、人吉市役所の隣に設置されてます人吉スポーツパレスというところにいるんですけどねはい、えー、こちらの避難所にはおよそ800人の方々が身を寄せていて、うんえー、今は 雨の様子を伺ったり、一定の距離を保って、新聞やテレビで災害の最新情報を確認したり、はいえー、施設から提供されたおにぎりを食べながら談笑するようなところも見受けられます。で、こちらの避難された方々はですね、はいえー、今回の豪雨災害は当然なんですけど、えー、新型コロナへの感染なども非常に心配されておりました。えー、昨日お話をを伺いいましたのでそれを聞きください ああそうですねまあ地獄でしょうね。40年後はるかに凌駕するようなどこから手つけていいかわかりませんからね。まあ、ヘドロがまあそうですね深いところは30センチぐらい来てますもんね。あの3メートルぐらいこう間隔空いてますけどこれについてはどうですか。遊んでいいんじゃないですか。それはもう非常に酸密を避けるということでですね。もうね家が床上でもう全部水没ですね。だからもうやっぱり。 全くゼロになったのでやっぱ果たしてどうしてやっていこうかなっていう猫ちゃんが一緒にこう避難できてよかったですねはいもう私の家は平屋なのでもう大水が出たら逃げるところがないのでもう連れてこないと思うまあ皆さん本当ねあっという間にという感じ地獄でしたっていうこのコメントっていうのはちょっと ね、えぐっとぐるもの、びっくりするものがありますけれども、まあはい、避難所、じゃあ、結構、間を空けて工夫をしながらやっているという感じなんですかねそうですねあの、生活スペースとなっている会場では、早急の,のフェンスがあるじゃないですか、それを使って、隣との間隔を3メートルほど空けたパテーションを設置したり、えー、体の不自由な方や、体調が優れない方のどなどへの配慮として、別の部屋や会,、えー、会場を用意したりとか、うんうん、あとは避難所の、 こちらに来る方のですね、はい、えー、定員をですね、通常の半分にしたりとか、うんあ、施設に入る際は必ず体温を測ったりとか、うん、マスクや除菌シートを配置するといった、徹底した感染予防が取られておりますね。なるほど。 さあ、スタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。はい、あのー、須田ですけれども、あの、今回のね、あの、球磨川っていうの、過去、ね、たびたび、この氾濫を起こしてきたわけなんですけれども、はい、その、ダムによらない水対策というところを進めてきた、で、この辺についてのですね、えー、何か地元から声は上がってるんでしょうか。はい、あのー、前回、えー、こういうあ災害が起きたとき、もう、あの、はいはい、から、あの、堤防とかそういう対策は取っていたらしいんですが、 た,ただ、それ以上、それを報道絶するような今回は反乱だったので、うん、もうあの手の打ちようがなかったというふうな声も聞かれましたなるほど、まあ、一瞬の出来事だったというのね報道もありましたもんね。えー、藤原さん、どうもありがとうございました、あのはい、気をつけて取材続けてくださいね。はいはい、ありがとうございました えー、日本総報道部藤原高根記者に聞きました、えー。熊地方は今も大雨洪水警報が出ているというところ。まあ、熊本県はね、それ以外にも天草あ地方、足北、えー、それから熊本地方の八代のあたりも大雨洪水警報が発令をされております、えー。そしてもう一つ用意していたニュースですが、アメリカです。トランプ大統領が7月4日の独立記念日に異例の演説を行ったということであります。まあ、ああのー、 演説で、えー、新型コロナ拡大で中国を非難と、自身の政権の対応を絶賛したということなので、政治色を出したというのが異例だというような指摘もありますが、どうですかどうご覧になりましたかそうですね。あの、この独立記念日っていうのはアメリカにおいた休日休みの日なんですよ。えー、で、大規模なイベントが各地で広が、あの広げ、繰り広げられるわけなんですけれども、うん、まあ、あの、政治的にはニュートラルなね、はいえー、形で行われるのが一般的。うん、だから、今年は大統領選挙の年なので、はいえー、そういった政治色、つまり、この独立記念日、 というね、えー、日に、えー、まあ、大統領演説をして、やっぱり、あの、支持を集めようというね。まあ、そのことに対するね、戦色を出してしまったということに対して、こう、批判も、おそらく出てくるんだろう。強い批判も出てくるんだろうと思いますね。ーーつまり、結果的に、この独立記念日っていうのは、アメリカ国民が一つにまとまるみたいなね、え意味合いを持つのに、はい、それを分断させてしまったんじゃないかと。 という批判がもうすでに出てきてますから。まあ、いずれにしてもですね、えええー、そういった行動に打っていたトランプ大統領、やっぱり余裕ないな、<ー>えー、大統領選挙結構厳しいんだろうな、ということはこのことからもですね、えー、伺えますよね。もともとは経済を良くして、それで、ほら、俺はこんなに経済を良くしたぞっていうところで、えー、大統領選に臨むはずだったのが、ね、このコロナで完全にその経済が、 えそういった点で言うと、目論見みは外れたんですが、それでもですね、雇用情勢が元に戻ってきたというかですね、若干、首相に改善の兆しが出てきたというところも、まあ、その辺についてはね、トランプ大統領としても、ほっとしているところなんではないかなと。で、株価もね、底堅いですしね、アメリカはね。不思議なんですけども、まあ、大統領選挙の年ってのは株価ってのは上がるってのは、まあ、これは一般的なんですけどね、それにしても今回コロナのえ問題がまだ収束してない、その中で株価、 総合い株価っていうのは、うん、これもまたちょっと不思議なマーケット関係者もね。戸惑ってるっていう状況だと思いますけどね。えー、ーまあ、そして、ね、あの大統領選対抗馬は民主党のバイデンさん。はい、この方も日本だと報道目立たないなという感じなんですけど、どうなんですか。うん。あのー、ですから、バイデンさんっていうのもね、えー、やっぱり。 様としては、あまり良くないんですよ。ワシントンでは、あの、過去ね、2回大統領選に、あの、チャレンジしたことがあるんですけれども、それ以降ですね、あの、ジョークとしてね、そんなこと言ってると、バイデンが大統領選に出るぞ、みたいなね。ありえないことが起こる、みたいな。なるほど。そういうようなセンテンスで使われてたんですが、他に候補者いないから、結果的に残ってしまった。ね。で、そうするとはいえですね、え、まあ、言ってみれば、大手メディアのね、世論調査で結構強いものがあるので、はい。まあ、あの、とはいえ、 トランプ大統領っていうのはうちに見でトランプ支持なんだけども、ええ、あまり口外しない、ええええ、世論調査来ても、はいいやいやトランプさん支持しませんよって人多いもんですが、うん、こればっかりは、ね、本当に大統領選挙蓋を開けてみないと分かんないんですよなるほど、えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送で起き方この後も須田さんにお付き合いいただきます、えー、以上全国のラジオ局21曲を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした 工事の OK コージアップ。教えてニュースキーワード。七時二十七分になるところです。お送りしております OK コージアップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。 尖閣沖で中国海警局の船39時間領海侵入最長記録更新沖縄県尖閣諸島周辺でおととい領海侵入した中国海警局の船2隻がえ昨日の午後5時45分頃領海を退去し外側の接続水域へ出ました2隻が領海に侵入していた時間は39時間23分で2012年9月の尖閣国有化以降最も長くなっております えー、2か月連続、確か83日連続で海警局の船が接続水域などには来ているということでもあります。 えー、サトルさん、千葉、ミドリック、68歳、無職の方。えー、政府は強く抗議しているようですが、抗議だけじゃダメですよね。犬の遠吠えにしか見えません。相手は中国です。日本は巡視船を配備して、一歩も領海内に入れさせない行動を取らなければ、尖閣諸島、中国に実効支配されてしまうんじゃないかと、えー、いうことをお書きになっております。他にも、まあ、港だとか避難所を作ると、えー、台風の時のシェルターのようなものを作るとか、強い態度で示すべきじゃないかと、いうご意見です。うん あの、ね、これちょっと過去を振り返ってみないとですね、今起こっていることが理解できないんですけどね、はい、あの、実は民主党政権自体のですね、えええー、尖閣諸島を見てみますとね、はい、あの、石原と現当時の東京都知事がですね、うん、え東京都で尖閣を買い取ろうじゃないかという動きを見せて、はい、基金を作りましたと。うん、で、まあ、それに対してですね、いろいろとハレーションが起こるということで、当時の民主党政権がその国有化をすると、はいうん、東京都にそれを、もともとは民間の方が持たれてたものを、ええ 東京都の所有じゃなくて国の、えー、所有。これを かけにですね、中国側が激しく激しく反発してくるという状況になった。え、それはもうこの、え、領海領土問題だけではなくてね、え、経済的にも、え、日本に対してプレッシャーをかけてくることになりましてですね、ここ近年では、え、まあ日中関係最悪というね、え、状況になったわけなんですよ。で、そして、え、安倍政権になってからですね、え、なんとかその落ち着きを取り戻していくんですけれども、え、その背景に一体何があったのかというとですね、はい。 あの、実は、安倍政権と中国サイドがですね、ええ、まあ水面下でやり取りしましてね、あの、まあ、一定程度の、その中国側のメンツっていうかな、はい、え、ま、権利も、権利と言ってるんですね、顔もあるから、うん、え、もう了解を含めてね、うん、1>, 1日4席まで、 その侵入を認めようじゃないか、中国高専のと。<ー>で、ただ、そうは言っても、了解というのは、無害航行する部分にはですね、<ー>何の問題もないんですよ。はい、えー、えー、そこに、徐々に入ってくると、えー、やはり日本側としても対処しなきゃならなくなるんだけれども、はい、やっぱり無害航行の、えー、原則を貫けばね、はいえー、公開に入ってくる。 ね、えー、ことは問題ない。了解に入ってくることは問題ないわけですから。それを上限1日4席というね。なるほど。まあ、これは別になんか文章が交わされたわけでもないんですけれども、うそういう、まあ、約束。で、これをね、私喋りますとね、根拠あるのかってよく言われるんだけれども、はい、実はね、あの、それから数年後に実は、こういうことがあったんだということで、え、官邸の中でね、はい。まあ、どなたとは言え、ま、言わないけれども、うん、中国側からこういったレポートが毎日毎日送られてくると。それ何かというとですね、 うん、えー、尖閣諸島の地図、了解を含めてですね、はい、中国側が、え今日は公船はこういう航跡をたどりましたよというですね、航跡<ー>の、まあ、ず、ずっと言ったりすですね。えーえーえー、まあ、あの、二次元なんですけどね。で、それが送られてくるんですよ。まあ、もちろん日本側も何隻入ったのか、はい、何時間入ったのか、どこを通ったのか、これ全部把握してますよ。えーえー、でそれを背負わせて、あ、これは、その、まあ、 約束と言ったらいいんですかね？開業数の約束は守ってるんだなというところで日本側も要するに激しく反応しないというね、うーえーというやり方をした。はい。ただ、えー、それがそういう状況だったら比較的落ち着いていたんだけれども、例えばそこのね両海で操、えー、業した日本の漁船に対して中国漁船が追い回す、はい、すあるいは四隻というね条件、えー、は守ってるんだけども今回のようにう、えー、その滞在時間がひね比較的数的に伸びてくるとなると。 やっぱりレベルが上がったと。はい。なんか違った状況、違ったステージに突入したと。やっぱりそう見るべきだし、その背景に何があるのか、はい。どういうメッセージが込められてるのかっていうのを読み解いていく。つまり、一旦着手した、その問題がですね、はいえー、要するに状況変わってきた、その変化ってのは一体何があるのかっていうところはですね、うんうん、やっぱり見極めていかなきゃならないんだろうなと思いますよね。これ、えー、しかも、だとすると中国側が、 あの、ステージを上げてきたてもちろんそエスカレートさせているのはどっちだと言ったら中国側じゃないですか。もちろん中国側です。うんええ、ですから、それに対して、ええー、まあ、それ、こう、牽制するというかね、はい、警,警告するとか。 というところも必要だろうし、うただなぜ中国がそれをやってきたのかっていうところも、まあ、もう一つ踏み込んでいえばね、えー、やっぱりこれは米中間の、はい、動きというのが大きく影を落としてるんだろうと思いますね。まあ,あの、中国に対する包囲網というのが、はい、これはアメリカだけじゃなくてね、西側、はい、先進国を巻き込む形で、どん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 、その、まあ,あ、包囲網が強まってきている。はい、それに対する反発と言ったらいいんですかね。日本に対する牽制と言ったらいいんですかね。 はい。そういうふうに読み解くのが一番、えー、ナチュラルなのかなと思いますけどね。ここのところ、売れてる、目に見えぬ戦略、侵略っていう本を見ると、えー、西側諸国で一番弱い鎖はどこだっていうと、オーストラリア、ニュージーランドと日本だというふうに書いてますよね。そうすると、そこにこう、狙いを定めて、日本で弱いところというと、ま、政治の部分だというようなことも含めてなんですかね、これはね。えー ただ、まあ、オーストラリアの方はですね、えー、かなり、あの、強く出てきてますからね。なるほど。そ,うそ,うそうこれが日本ということになってくるかもしれませんね。ええ、今日のキーワード、お、尖閣周辺の領海侵入でした。 気象に関する情報が入ってきました。えー、気象庁はレーダー解析の結果、えー、7時10分までの1時間に宮崎県の串間市付近でおよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられるとして、記録的短時間大雨情報を発表しております。気象に関する情報でした。この後は行ってらっしゃいです。 時刻7時43分です。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庸一課がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ <music> 東京都知事選、現職、小池百合子氏が2回目の当選。あの普通ですと、こういう時は万歳をするものでございますが、まだコロナ禍の真っ只中でございます、えー、ここで万歳という気持ちにはなかなかなりにくいというか、これからも緊張感を持って、えー、そして、えー、非常に厳しい状況にあります、このおコロナに対して、しっかりと対応していきたいと考えております。 過去最多22人が立候補した東京都知事選挙は昨日投開票が行われ現職の小池百合子氏67歳が2回目の当選を果たしました立憲民主党共産党社民党の支援を受けた日弁連日本弁護士連合会の元会長宇都宮健次氏や令和新選組代表山本太郎氏日本維新の会が推薦した熊本県元副知事の小野泰輔氏らを抑えて早々と当選を決めました ええー、と、いうことで、もう8時ちょうどでね。 ええー、10日かっていうふうに各市が、あ各社が売ったというような、まあ、圧勝ということになりました。えー、まあ、あの、出口調査でね、はい、もうすでに分かってたということなんでしょうけれども、あのー、投票率が55%、前回4.73ポイント下回ったっていうことを増えましてね、はい、やっぱりそういう結果がまあ見えていたからこそ、えー、えー、東京都のね、有権者にとってはもう興味関心失ったのかなと、はい、ええー、が低くなったなという感じがしますよね。で、まあ、言ってみればですね、えー 小池知事ね、はい、えー、ほとんど選挙運動活動らしいものを何らせずですね、ねまああの、この新型コロナウイルス対策に、えー、まあ、専念するというスタンスを取りました。ということが考えてですね、やっぱりあの、組織をガッチリ固めてね、<laughs> えー、まあ、事項の推薦を取ってですね、えー、まあ、あの、組織をガッチリ固め、推薦を取ってないのか、えー、自事項の支援を得てですね、え、まあ、あの、組織をガッチリ固めてということなんですけども、はい。まあ、結果的にそれで圧勝したということですから、うん 党派層はほとんど今回。 影響を及ぼさなかったのかなと思いますね。そうですよね。ま、あの、これ、投開票もすでに結果が出てますけど、大体6割ぐらい小池さんが取ったと。で、あの、序盤の情勢調査などの数字を見ると、やっぱり6割ぐらい小池さんだったから、あんまり情勢変わんなかったんですよね、選挙戦前後でね。ねあの、その一方でね、あの、宇都宮健二さん、そして山本太郎さん、野党の票を、ま、食い合ったんじゃないのか、あるいは分け合ったんじゃないのか、というような指摘もあるんですけども、とはいえですね、 えー、両方足してみても十四万四千0 0余りというね、えーあ、失礼、えー、百0 0え、140万余りですね。えー、余りということで、はい、まあ、ああのー、百四十万余りということで、 まあ、それほどですね。まあ、そうですよね。届かないという状況になりました。で、加えてですね、じゃ今後の動きを見ていきますとね、ちょっと今回の選挙戦の中で気になる動きがあったんですよ。それって何かというと、6月30日、山本太郎さんのですね、街頭演説で、これ、あの、行われた時にですね、国民民主党に所属する眞伏澄夫さん、この番組もね、出られたことがあるというね、眞伏澄夫さんがですね、サプライズで事前告知なしで応援に入られたんですよ。 応援演説に入りましたね。 ええ、これ一体何が起こったんだろうかっていうところで、え、その日の夜、ま、あの、8時ですね、選挙活動終わった後に、私、あの、山本太郎さんにぶら下がってみたんですよ。ほで、ま、その前段としてですね、あの、ね、あの、立憲民主党からは須藤元気さん。ね。そうですね。ま、国民民主党の眞牛さん。え、そしてですね、え、山本太郎さんご存知ですかねと、あの、秋葉原の、え、街頭演説やった時に、え、後方にですね、え、総科学会の公明党の支援団体の 総合学会の三色期が大きな旗なんですが、<う>えー、三本、ひるがいさん、見てました、て見てただ、ね<ー>、このあたりの動きについてどう捉えてるんですか、まあ、あの公明党、あるいは総合学会はまあ別だけれども、裏野党共闘かな。 裏谷東京都。ええー、裏谷東京都かなという言葉を使った。おうおうそして、その昼間のですね、マぶしさんの応援で説の中で、うん、えー、実は立憲民主党、国民民主党、うん、えー、無所属の現職国会議員、はい、40名を超えて、えー、山本太郎さんのね、えー、支援に入ってきてるんだ。 で、まあ、<ー>そういった発言もあった。そして、浦野東京都というコメントがあった。うんうん、それを受けてですね、まおしさんに、私、取材に行ったんですよ。この辺の起きたのはどういうことですかまあ、あのー、いくつかポイントあるんですけども、一つはやっぱり東京都知事選挙後のね、うんえー、国政選挙。 つまり、え、野党サイドはどうやらですね、え、衆院のですね、解散をですね、9月と睨んでるんですよ。あ、早いですね、9月。9月、月解散、ね、え、というふうに捉えている。とするともう準備を始めていかないと。で、加えて今のようなバラバラの状況では、要するに、え、総選挙惨敗するんじゃないか。というところで、実はですね、この東京都知事選挙の前あたりからですね、はい、もう一度立憲国民の合流のですね、調整がスタートしていた。はい。 そういった流れを受けて、眞虫さんが無所属から国民民主党に入った。で、まあ、そういった意味で言うと、その眞虫さんが、はい、ええー、まあ、あの、山本太郎さんのね、支援に入るというのも、えー、実は言うと、両党合意のもとなんですよ。うん 了解のもとと言ったのかな、はあ、なるほど。ですから、あのー、そこに40名のそういった人たちが集まってくるというのもよく理解できる。ということは、まぐしさんとね、えー、9月になってくると、やはりそういった、えー、この両党のね、えー、合流が表面化してくるんじゃないですか、な、なるということですかと質問したところですね。うんうん、そうじゃないと。もっと早いと。もっと早い。ええー。うん、東京都知事選挙後、すぐにそういった動きが見えてくるようになるんじゃないか、みたいな。 ほう。つまり今回のね、東京都市選挙っていうのは、ある意味で、各党にとってですね、次の国政選挙に向けてのですね、うん、まあ結果がまあほとんど分かってた選挙ですからね。なるほど、えー。次の国政選挙に向けての一つの、えー、布石というね、う意味合いも持ってたのかなと思いますね。なるほど。なんかね、パッとこう見ただけだと、この山本太郎さんと宇都宮県司さんで割れちゃったから、うん、野党共闘どころか、これ野党分裂じゃないかみたいな風に見る向きもありましたけど、うん 裏ではそうではない。で、加えて日本維新の会もですね、小、ま、野、あはい、さん立てました。そうですね。ねすで、まあ日本維新の会、まあ、どっち、まあ、はっきり言ってですね、大阪発祥の政党ですよ。だからどっちかというと自慢は、大阪関西ということなんでしょうけども、はい、一体この日本維新の会の看板で、うん、東京でどれぐらい票が集められるのか、うこの辺を見極めたかったっていうね、文もある。 これもやっぱり国政を睨んでる時ですね。うん、これね、今回汗かいたのは、どっちかというと、この東京選出の参議院議員のね、ねうん、柳瀬さんと時田さんというところが中心になってたというような報道もありましたけど、はいうん、ってことは、どちらかというと大阪組がガンガンやるっていうよりは、東京組でどのぐらいまでやれるかっていうのを今回試した。ね、で、衆議院選で、えー、どの程度の投票数が望めるのか、うん、どうやれば上積みができるのか、うんうん、で場合によってはね、私ね、はい、これは私も勝手な、 見方ですよ。ええ、小野さん、まあ、東京都知事というよりも、次の衆院選狙いなんじゃないかな、とも見てるんですね。うん。ええ、まあ、今回名前を浸透させるという意味では。でね、おっしゃる通り。 確かに。<え>で、ご本人も敗戦の弁の中で一番無名からスタートしてここまで積み上げられたっていうのは、うん、まあ、悔しさはもちろん出てましたけれども、一つ、まあ手応えみたいなものは感じてそうですね。うん、ですから、知名度を上げるという点ではね、はい、この東京都知事選挙っていうのは、ものすごく効果なんですよ。うん、なるほど。みんな注目してますから。 須田さん、あのー、いろんな候補にくまなくインタビューされてましたよね。やっぱ皆さん東京都知事選に集まるっていうのは、それだけこう、いろんな注目が集まるからっていうことあるんですかね。えー、加えて政権法則これ無所属分で出られるんですよ。ああ、そっかそっか,かそっかそっかそっか。そういったところもあって注目度が高くてですね。なる波及効果アピール度が高いっていう。国政選挙だと、そうはいかないところがあるから、ね。ええー、そうなんですね。う なるほど。いろんな思惑が絡み合ってるっていうのがよくわかりますね。ええー、だから背景にいろんなですね、そういう動きがあるんだというのが、とこの東京都知事選挙なんですね。しかしこの後また秋に選挙となったら忙しいですね。まあそのあたりね、うん、安倍さんの腹の中が、 本当に9月なのか、どうもなんか、えー、一辺もそんなこと考えたことないみたいなね、ことを言っから。そうですね。言っか,かさずみにもないってことにちゃいますよね,ね。これからね、えー、国会と言ったんですか、国政を舞台に、いろんな思惑が絡んでいくんだろうなと思いますけどね。はい、えー、東京都知事選挙の総括、そして今後というところまでお話をいただきました。このコーナー含めて、ポッドゲスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。 時刻は7時53分になるところです。気象に関する情報が入ってきました。えー、静岡県の沼津市、富士宮市、島田市、富士市、掛川市、裾野市、長泉町に土砂災害警戒情報が出されました。 降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では、命に危険が及ぶ土砂災害が、いつ発生してもおかしくない、危険な状況であります。市長から発令される避難勧告などの情報に留意しまして、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。静岡県沼津、富士宮、島田、富士、掛川、裾野、そして長泉町に、土砂災害警戒情報が出されました。気象に関する情報でした。 お送りしてまいりました OK コージーアップお別れの時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントご当選の方発表ですはい新緑本店の奈良付け5人の方にプレゼントです江東区の香川智子さん横浜市港北区松岡保さん柏市山本絹代さん調布市広瀬智光さん川崎市麻生区寒川和幸さんご当選ですおめでとうございますおめでとうございます 明日のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました須田さんありがとうございましたまず一つお知らせがありまして須田さんも、ねえー、大阪のテレビなどでご一緒されている辛坊治郎さん、ね えー、今日夕方3時半からですね、しも、はいえー、さんの新番組、しもじろうズームそこまで言うかがスタートいたします<ー>はいあのー、3時半から5時半までの生放送ということで月曜から木曜、えー、お送りするということであります、昔あの3年ほど前におよそ5年間、土曜日にお送りしてた番組なんですが、はいえー、今回、えー、月目のワイド番組として復活と、あのー、パートナーは増山さやかアナウンサー、私だ、毎週木曜日に出演をいたします、今日はあの都知事選にズームということで、えー えー、都知事選にも出馬された堀エモ門新党の斎藤健一郎さんも生出演する、えーええ 栃木戦を独自の視点で解説、熊本豪雨の続報も現地をつないでお伝えするとというこです斎藤さんとねあの辛坊さんって仲いいんですよ、なんかそうらしいっすね、けんちゃん、けんちゃんってってそうそうそう、どういうお話ですかね、もう人も辛坊さんもね、もう本当に踏み込んで言うから、ね月でるのの持つかね月曜日で番組終わっちゃうなんてこともあるんじゃないですか。 待てなきゃいいんですけどねあのテンションで喋るから、はい、ええぜひお聞きいただければと思いますさあそして今日、都心選についても、ね、いろいろ申し上げていただきましたジュニアさんからすごいあの、はい、指摘がありましてツイッターですが維新は推薦だから推薦なのに維新の看板も出ていたのはクエスチョンマークでした小野さん応援演説に前原さんがいたことにもむむっと思いました前原さんが小野さんの応援に行っていた。だその辺いろんな くね、絡んんででくるんですよ次の国政選挙を、ね、意識して、ね、前原さん、京都だしですよね、えー、でもともと確か橋本さんとかとも良かったですよね、ね前原さんね、えー、いやー、確かに政策的には合うのかっていうところも、今、野党の共闘の中では、えーえー、いやー、いろんなバ惑がからいます、ねはい、かといって自民党に行くわけにもいかない。いかないと なるほど。いや、ちょっとまた、いろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。というわけで、この時間の相手日本放送、飯田浩二と、須田慎一郎と、慎庸石川でした。お聞きの日本放送、この後は、えー、あなたとハッピーです。この後は、書きキャラだし、あなたとハッピー。